LCKF デンタルクリニック院長の古谷です。当院では虫歯・歯周病治療はもちろん、インプラント・矯正・小児歯科・無呼吸症候群の治療など幅広い診療を行っています。お一人お一人のニーズに合わせて複数の治療法をご提案します。なぜこの治療が必要なのかを丁寧に説明し、ご納得いただいた方法で進めています。当院は矯正相談無料です。歯並びや噛み合わせに不安をお持ちの方はお気軽にご相談ください。また管理栄養士が複数名おり、お口の中だけではなく栄養や運動指導などを通して体の健康にも積極的にアプローチさせていただいています。健康セミナーや栄養学に基づいた料理教室なども行っておりますので、お気軽にご参加ください。矯正治療は歯並びを整えるだけの治療ではなく、虫歯・歯周病・顎関節症の予防になると考えています。歯並びを整えることでセルフケアの質が高まり、結果的に虫歯や歯周病のリスクを抑えられます。また歯並びをきれいにするだけでなく、噛み合わせなどお口の機能を高めることを意識しています。矯正治療を行ってよく噛めるようになった、気道が広がることによって呼吸や睡眠の質が高められます。当院では口腔内スキャナーアイテロを導入しております。精密なマウスピース型矯正に必要不可欠です。歯型取りが苦手な方にも口腔内を1分程度スキャンするだけなので、患者さんの負担が軽減できます。また取得したデータをモニター上でシミュレーションし、歯の動き方や治療後の歯並びを事前に確認できる点も大きな特徴です。今日は歯並びのご相談ですね。まず最初に、ご自身で一番気になられている点はどこですか？下の歯が重なってて歯並びが悪いのが気になります。矯正治療についてですが、当院ではマウスピース型矯正とワイヤー矯正の両方を行っています。マウスピース型矯正が今回ご希望ということですね。マウスピース型矯正のいいところとして、このように見た目が綺麗なだけではなく、取り外しができますので、お口の中の煩わしさも軽減することができます。悪い点としては、お口の中にマウスピースを入れておかないと矯正をしていないことと一緒になってしまいますので、1日約16時間から22時間装着していただく必要があります。治療期間としては約2年から3年ぐらいかかると考えておいてください。はい、それでは矯正の治療採択が終わりました。今ちょっと撮らせていただいたレントゲンの分析と、また、お口の中の、スキャニングをさせていただいたので、そのシミュレーションになります。正確な骨の位置だったり、鼻の鼻腔だったり、それと同時にですね、この黒く映っている部分、これが気道になります。で、矯正をすることで気道が狭まってしまったり、呼吸が苦しくなってしまう、睡眠の質が落ちてしまうと困ってしまうので、当院ではですね、必ず気道の解析をさせていただいています。矯正をすることによって、この気道が、緑とか黄色とか赤にならないようにですね、そこも注意しながら気道矯正の治療を進めていきます。下の前歯の歯並びは、大体こう矯正をするとこれくらい綺麗になるよという解析になります。お口の歯並びも綺麗になって、前歯の見た目もすごく綺麗になっていることがわかるので、こういったような矯正のゴールが望ましいことになっていきます。注意事項として、マウスピース自体でお食事をとってしまうと破損や着色の原因になってしまいますので、食事の時は必ず外すようにしてください。結構色の濃いものはマウスピースにしっかり色がついてしまいますので、見た目的にも悪くなってしまうので気をつけてください。
担当衛生士によるお口の健康管理だけではなく、管理栄養士と体の健康管理ができる歯科医院です。